ショウマ君、ホラケンの所長。なんでそんなこと知ってるに決まってる。犯人はテアラだけど、未だに。だから協力してもらいたいんだよ。テアラーの正体を突き止める。たリュウキ、押し入れの中にドラえもんが。はいはい。はい、突然ですが、もいっぱいの胃を尾に変えると何になる？おっぱを。なんで引っかかんないのよ。悪いけど、父さんのこと思い出したくないんだ。スマホの電源切ってたんで。どうして？入れる必要がないから。学校、もし差し支えなければ。見ればわかるじゃん。僕は一人ぼっちなんだ。あの震えって人と同じで。震え？ネットに記事が載ってて、それを読んだんだよ。あの人の体調、ずっとは病名とかはわからないけど、何か持病があったみたいで、幼い頃から病弱でずっと入院してて、友達もいなくて、授業は病院で受けてたって。その記事に、なんかかわいそうだよね。1でも十分寂しいのにさ、それが2分の1になっちゃうの。え？しぐれだよ、しぐれときこ。君は彼女のことを。じゃあナイクスのことはどうだろう。しぐれはナイクスの主催なんだけど。そんなことどうだっていい。よくなんかないさ。テアラは間違いなく QR 動画と。その動画を作ったのはしぐれを主催とするナイクスである可能性。だから何なの。お願いだから、その動画のことはよく知らない。ちゃん、僕が知ってるのは。そういえばまだ詳しく聞いてなかったね。動画の暗号を解いた人間はみんな姿を消して世界の秘密を知った。そうだけど、君は消えてない。そんなこと僕に聞かれてもわからないよ。僕は暗号を解いただけで、どっかに行ったわけじゃないし。ただ一つだけ確かなのは、バッツ490は ARG ニルバーナトライアルとは違って。ニルバーナトライアル、今ネット中でめちゃくちゃ流行ってる動画のことだよ。最初にアップされたのは、そこから一気に拡散して、動画を見た人が実際に何人も。なリュウキ、その動画を見つけ。いや、後にしておくよ。念のため、かそれは QR 動画やバッツ490と。さっき言ったじゃん、バッツ490は。だから誰も姿を消してなんかいないし、世界の秘密に触れてもいない。でもニルバーナトライアルは違うんだ。あれはゲームじゃなくて本気の、なんていうか、マジでヤバい動画で。君も見たの？うん、怖くて。だけど次から次へと失踪者が続出して。タマ、失踪者に。日本国内の失踪者の数は年間でおよそ9万人。1週間につき平均で1730人ぐらいの人が。ちなみに今週は1880人。平均より150人増えてるけど、それが動画のせいかどうかは。ごめん、僕ちょっと出かけなくちゃいけなくて。え、いや、鍵は開けっぱなしでいいから。嘘でしょ、言っちゃったわ。自宅に赤の他人を放置していくなんて。仕方がない、とにかく僕らも移動す。こたつってどこが。
可愛いな。私の方が可愛いわよ。何に嫉妬してんの。懐かしいわ。小さい頃引き出しのところを階段状にしてよく遊んだっけ。タマって本当に AI の。はい、トロトロと溶けるようなイソジ女性の、トロフィフ。正解は中空城で。なんだよそれ。台所っていい。なんで。あのハリセンで龍気のお尻を引っ張って。素敵な夢だ。いつか叶うといいね。ニワリンパのぬいぐる。ねえ、リュウキ、なんでここに来たの？もしかしたら、ショウマくん、まだ聞き足りないことがあったから。でも、いないみたいよ。うん。とにかく、ここで UFO を呼ぶ儀式でもするっていうなら。いや。じゃあ、別。そっか、ま、どうしてここに。ちょっとゲンさんに聞きたいことが。聞きたいこと。よくわからないのですが、まあそのうちいつもの甘めに戻るでしょう。今はそっとしといてやってく。チンコで5万吸ったとか。ボスじゃあるまいし。まあティンコで5万をするよりはマシか。すれないでしょ。すれるわよ。どういう意味で。元気256枚。ハンパンマン。さあ僕のハンパンをお食べ。それ僕。ああ、たエロ動画の見すぎ。もっとオブラートに包んだ言い方でき。それはオブラートじゃなくて。ニルバーナ構想について何か思い当たることは。何かの計画ですか。だと思うけど。残念ながら聞いたこともないです。ゲンさん、シグレトキコ。初めて聞いた名前です。本当に。ええ。誰。ナイカトロッツ。ナイクスっていう。ナイクス。ナイクスってあの秘密結社。うん。実在するんですか。ただの都市伝説だと思ってました。僕もそう思ってたよ。で、そのナイクスと事件のことにどんな関係が。それでとある装置を使ってシグレの記憶を探ってみたんだ。そしたらその中に元素。そうですか。しかし私はそう。同じようなマスクをかぶった別人なんじゃ。そんなはず。マスクはシグレが一方的にゲンのことを知ってるだけって可能性も。ねえユキ、ちょっと斜めの様子がおかしい。うん、そうだね。ああ、そういうことじゃん。さっきね、心拍数が急激に上昇したの。シグレ、ニルバーナ構想、この二つの言葉を。え？
すべて。何だったんだ今の。そう、もしかしてニルバーナ構想について。ねえゲンさん、マメちゃんに聞きたい。どうすれば喋ってくれるようになるかな。アマメはクイズが好きだから、何かクイズの問題を。クイズ。ねえマメちゃん、世界で一番高い山はエベレストですが、では世界で二番目に高い山は。ケツ、お前が答えんなし。パンはパンでも食べられないパンはパン。答えはノー、だってパンツは食べられるから。食べられないよ。人類最後の男の部屋をノックしたのは誰。ダメか、答えはオン。ブッブー、正解は LGBTQ プラス。世の中に男と女しかいないと思ったら大間違いなのよ、スカパンテ。バットとボールは合わせて110円。バットはボールよりも100円高い。ではボールの値段は。弱りましたね。ああ、もしかしたらあの曲をかければ。あの曲？待っててください、今準備しますから。ありがとう、なんかちょっと。いつもの甘めに戻ったみたいね。私前にとても辛いことがあって、本当に生きてるのが嫌に。そしたらゲンちゃんが。ゲンさんが作詞作。タイトルは雪に咲く花。カセットに録音してプレゼントしてくれたんで。カセットのポータブルプレイヤーです。実物を見たのは初めてだよ。ボークマンってやつだね。私もらったカセットテープ。へえ、すごいな。ゲンさんって料理だけじゃなくて曲も作れちゃうんだ。
私はただできることをするだけです。でも松下食堂だけには負けたくない。もちろんさ。ええ、夜の営業に備え作り置きができないので毎日一から全てうん、あの倉庫街は思い出の場所なんです。それで毎朝市場に仕入れに行った後必ず立ち寄ってる。仕入れには毎朝。ええ、肉や魚を冷凍保存できない。奥の冷凍庫。どうして？ちょっと鍵。あの冷凍庫鍵。はい、まあ冷蔵庫の方は使えるので。失恋したとか。まさか。私はただパチンコで5万吸っただけです。ほらね。マジかよ。ちょっとネットで名前を見、私オカルトとか陰謀論とか、それでナイクスのことを調べ。じゃあニルバーナ酵素。それもネットでオカルト系のまとめサイトに載ってたんです。そういう名前の不穏な計画が。でも書いてあったのはそれだけで。本当です、本当な。はあ、長居した割には収穫。二人ともしぐれに関する情報。でもだとしたらどうしてしぐれのサムニウムには。まあとにかく考えるのは後。今はひとまず別の場所へ。ねえ、龍騎。自然が好きだって話、前。海も自然の一部だから。ところで、タマ、見た。あいつは？知ってるの？前にちょっとだけ。なんか不思議な格好してるよね。コスプレイベントの帰りかな。すみません。あの、ちょっといいですか？一体どういうことなんだ。あいつは何を企んでる。お前に話す筋合いはない。私の勝手だ。別に。ああ、目障りなんだ。消えてくれないか。目障りって。わかった。ならば私が立ち去るとしよう。実行の日は迫っている。必ず阻止しなければ。あの計画。言っちゃったわね。あの計画ってなんだろう。さあ、そんな計画存在しないけど。だったら家族計画かもね。まあ何にせよ彼女がまともじゃないのは確かだと。ほっときましょう。別の場所へか。沖浦水産って書いてある。沖浦は水木の旧姓だけど、今回の事件と。なんでわかるの。わかるから。わか。うわ、おいし。何を連想してるの。龍騎見て、あそこに怒り狂ったスナメリの群れが。きっとマイクロプラスチックの問題について。映画やアニメを作るときのコンテナ
龍騎、なんか疲れてる。結局重要なことは何一つは。フォローって一番精神的に応えるんだよ。少し休んでいったら。うん、だからここいつものように癒しを求めて。うん、ライオンだ。こんなところで何してる。行ってみよう。ああ、空を見てたんだ。空を？前に言わなかったっけ、俺小さい頃から空に憧れ、パイロットになるのが夢だったんだ。おはいらないと思う。ああ、これアルフリーっていうのが、これこいつがすぐそこの自販機にあったから。それでこの公園が好きなんだ。静かでのどかで。わかるよ。その一人で考え事をするにはうってつけの場。確かに。でも考え事って。実はさっきその場では引き受けるって言っちまったんだけど、それがやっぱ断った方が良かったんじゃねえかって。依頼っていうのは？さすがに秘密の依頼だからな。そっか、事情はよくわかんねえけど、今夜あの施設に潜り込む。もしかしたらあそこ前に行った時は空振りだったけど、まあいいや。とにかくその依頼だから、そんな顔すんなって。元気出してくれよ。あの施設ってと。そう、今夜っていうのは今日12日の夜でしょうね。依頼があったのはさっきだって言ってたから。頼んできたのは誰かな。知らないわよ。そ、うん、つうわけで、なんか大変みたいだけど、ま、頑張りすぎない。それじゃな。ところで龍騎、似る。ああ、そういえばまだ見てみる。そうだな。ああ、すみません、再生して。うむ、そんな、なんで、どうしていきなり夜になっちゃってるの。知ってた？地球って日が。僕、今まで何を。ずっとそこに立ってたわ、フリーズしちゃったモブキャラみたいに。ねえ、それはこっちが聞きたいよ。あの動画を見て気がついたらこんなことに。そうだ、タマ、21時30、今夜10時、もう一度。まずい、急っ。
な。嘘でしょ。死体を調べる前に菩提から話を。そんなもんある。自分の部屋に監視カメラをつけるやつ。お前が22時にここに来ると、それでお前をこの部屋に、そうしたら確か14時ぐらいだったと思う。主催は警察から戻ってきてこの部屋に入り、俺は主催室に常駐してるわ。普段は部屋の外で待機していて、呼ばれた時だけここに。しぐれは14時以降ずっとこの部屋に。そのはずだ。部屋に出入りした人間は一人もいない。14時よりも前に誰かが室内にいたという。それもないな。知ってると思うが、このビルのセキュリティは恐ろしく強固なんだ。階段や通路には大量の監視カメラが設置されてるし、誰にも気づかれずにここに入るなんて。リュウキ、監視カメラのデータ。確かにシグレ以外にこの部屋に入った道なりに出たに。パパの仕事はね、ある偉い人を助け、その人をお手伝いしたり。ああ、パパはプロだからね。絶対にその人を死なせたりしない。この人は犯人じゃなさそうだね。ええ、容疑者からは除外。ああ、あそこにある扉が唯一の出入り口だ。とにかく俺はナイクスの連中に報告を。わかりました。ビルからは誰も出さない。了解だ。それにしても、私はその気になれば蘇ることができる。一つ確かなこと、リュウキ、室内を見て。つまりシグレはここで殺されたわけ。犯人はおそらく テアラーはどこかでシグレを殺害し、彼女。でもどうやって室内に。出た方法もわからないわ。もしかしてまだ部屋のどこかにいるとか。いいえ、その可能性はないわ。さっき X 線で調べてみたけど人影はなし。じゃあやっぱりどうにかして出て。おそらく逃亡経路と侵入経路は同じなはず。というわけで龍騎、まずは逃亡経路。そうすればおのずと侵入経路についても明らか。わかった。始める前に一つ言っておくわね。窓のある方が南。滝のある方が北よ。分かったけど。うるさいわね。方角が分からないと不便でしょ。だから教えてやったんじゃない。なんでそんなこと。いいから始めるわよ。ちゃっちゃと動いて。この滝の奥の壁、タングステンでできてるみたい。 X 線を遮蔽する物質だから、壁の向こうがどうなってるかは分からん。この向こうに隠し通路がなさそうね。なんか出てるけど。赤外線レーザーよ。普通はサーモモードでも視認できないんだけど、ここには水の粒子が充満してるから、それで光線が粒子にぶつかり散乱した結果こうして見える。光線は南東の方に向かって照射されてるね。池を横切る感じで対角線上に。
赤外線レーザー。こっちのちょうどさっきの光線とクロス。こっちは北東の方に向かってか。床の中に何かある。レールかな。床下に埋め込まれてるんだ。これ多分電磁石。隅の層から池の方に向かって伸びてるわ。さっきのレールと同じやつが伸びてる方向も同じ。壁に何か埋め込まれてるみたいだ。暗証番号の入力装置ね。でもこのフレームがっちりと固定されちゃってて。何か動かす方法があるのかも。なんだろうこれ。マークの下にそれと7サーモモードで見えたってことは発熱してるってこと。多分電熱線か何かが埋め込まれてるんだと思うが。全体的に無機質な部屋だから。この像この像も鉄製だわ。これをくるくる回すと床に隠し階段が出てきたりはしない。え、どういうこと。机の正面の板に数字型の金属プレートが埋め込まれてるのよね。こうして X 線を使う。まるで僕らのために用意す。一体誰がこんなこと。とにかくその件について。今はそれより。しぐれの右半身ね。これまでの死体と同じように分子レベルの細さで切断。切断に用いられた器具はいずれも同じ。生きたまま切られたっていうのもね。つまり同一人物による犯行の可能性。そうだから言ったのよ。死亡推定時刻は今からおよそ3時間前。私たちが代々木公園にいた頃ね。どうしたの。しぐれの子宮内に出産の痕跡が。え、と言っても産んだのはついさ。少なくとも20年以上は経過してるはず。じゃあしぐれには成人した子供がいるっていうの。ええ、だけど戸籍にはそんな情報は一つも載ってなくて。出生届も出されてないし、国内の医療機関にそれらしき記録も。とりあえずあらかた調べ終えた感じね。それじゃ謎の解明といきますか。犯人がどうやってこの部屋を出たのか、その謎を解き明かしていくんだね。そう、というわけでまず気になるのは床下のレールの件よね。電磁石のレールだね。レールはこの像から池の方に向かって伸びていた。うん、も
しかしてこの像レールに沿って像は鉄製だし電磁石に引っ張られてってことか。多分普段はリモコンか何かで操作できるようになってるのよ。でもそんなものどこにも。だったら磁石持ってるわけな。っていうか持ち歩ける程度の磁石であれは引っ張れないわよ。ええ、そうするしかないわ。それじゃあ早速。ああちょっと待って、実際に動かすのは本番の時でいいから。本番？撮影の本番よ。カメラを回してフィルム。なんでそんなに。うるさいわね。監督の指示に従えないって言うならおろ。この像もさっきと同じね。床下のレールは池の方にってことは。まあそれ以外にないわよね。それじゃあ早速。てんねえ、大部屋に戻すぞこれ。そっか、今はまだリハ中。実際に動かすのは本番の時で。うん、大事なセットが破損しちゃったら。これセットだったんだ。この裏には暗証番号の入力装置があった。その番号はもう分かってるわよね。仮に分かってたとしても。いいから分かってるかどうかって聞いてんだ。いや分かっててくれないと困るんだよ。この程度の謎に手こずってるようじゃアビスのメンバーとして失格。というわけで番号教えてくれる？入力するのは7桁の数字よ。違うんだ。そうじゃないならさっさと答えなさいよ。いい加減にしてくれる？
ならないで、もっとこハンパンチ大体筋。ノナプレックスのマーク、サーモモードで見たわよね。それと、ひし形に配置された16個の数字、これらを組み合わせれば番号は判明するはずよ。さあ、もう…
上出来よ。多分それで正解。多分だって実際に確認したわけじゃ、私だって本当にその数字で合ってるのかどうか。いよいよお待ちかねの本。うん。それじゃあカメラを回すから。リュウキ、今回のあなたの役は、真っ二つにしたしぐれの右半身をここに設置し、大仕事を終えたあなただったけど、早くここ、だけど、
普通に出ていたら監視カメラに姿が映ってしまう。ここに入る時もそれは同様だ。犯人は何か特別な方法で。さあ、そんな気持ちと状況を踏まえて演技を始めてちょうだい。あのさ、やっぱり…うっさーい。行くわよ。よーい、アクション。私はシグレを殺した犯人だ。ある理由があって、さて用も済んだこと。相変わらずひどい演技ね。ほっといてくれ。ね、まず逃走するために犯人がやったことは何？床下に埋め込まれた電磁石のレールが池の…これは鉄製の像を…実際は犯人はリモコンを使ったと思うんだけど、とりあえず…ゴー。何か反応したね。南西の像から照射されてる赤が…なるほど、像を動かす…となると次に同じくこっちの像もリモコン…じゃあ始めて。この像は今電磁石で動…ちょっと待って。トガキを声に出さないでくれる？犯人役に徹してもらわない。それに何の意味が…監督に口答えすんな。灰皿投げんぞてめえ。やっべえ、早く早く動き…いいわ龍騎、それを、その演技が欲しかったの。いや、でもさ…いいのよ、このシーンはモノローグで犯人の心の叫びを表現するところなんだから。よし、こっちのゾーン…で、さっきの番号を入力する。490195と。隠し扉っていうかエレベーターだよ。ほら、扉の脇に下向きのボタンが。ここはビルの最上階、下り専用のエレベーターってわけね。押してみよう。これでティアラーの逃亡経路、侵入経路もね。ティアラーはこのエレベーターを使ってシグレの右半身を室内へ、そして同じくこいつを使って出て行ったと。ゾウやノナプレックスのマークは自動的に元に戻る仕組みになってたんだと思う。とにかく降りてみましょう。確かなのはブラジルに近い場所ってことね。地下ってこと？ええ、深さ50。そのせいで電波は完全に遮断され、ネットワークには接続できないから。とにかく何か手がかりが見つかっ
なんだろう。箱の中、何かの装置かしら。解析できないの？ここからじゃちょっと、爆発物とか毒ガスとか。つまり、開けた多分ね。箱ね。なんだか気味が悪い。何かの儀式を行うための生贄を捧げる。少なくともアイロン台じゃない。しぐれのやつ。ナイクスはシュカルトフレーバー満載よね。上の方から砂が。天井がもろくなってるみたい。ここにもナイクスのシンボルマークが。ノナプレックスね。もしかしてこの、うん、やめといた方がいいんじゃ。どうして。いや、そのなんとなく。大丈夫だよ、開けても危険はないって言ったじゃないか。多分って付け加えたはずだけど。いずれにせよ調べないわけにはいかないよ。おけつにいらずんばおじは M。 いろいろ間違ってるけど、ま、なんだろう今の音。リュキ、生体反応を確認。近くに誰かいるわ。え？どうしてあんな姿に。何言ってるの。とにかく、とにかく。おい、待て。待てって言ってるだろ。ボス。龍騎くん、謝って済んだら警察は。あなたが捜査に尽力してくれてるのはわ。だけどそれを差し引いても、ただでさえ捜査の進捗状況がかんば。必ず挽回します。ああ、
なんだか思い、赤点取った娘が小遣いを減らされないよう平謝りしてきた時のこと。はあ、龍騎くん、もう少し上からはこっぴどく絞られるし。今夜は行きつけのホストクラブで店にあるシャンパン全部開けてやるわ。ボスの娘さん。そう、ま、親オーラが出てないのは当然だけど、母親らしいことなんてほとんど何もしてこなく、娘は去年18になったけど、一人で勝手に大きくなったみたい。18歳。私のこの若々しさからは想像。彼女はもう立派な大人よ。勇み足を踏んで大ポカするどこかの誰かさんとは違って、うん、特にないわ。龍騎くんが知ってる。ああそうそう、捜査に関する情報。この事件の戒名が決まったわ。ハーフボディ連続殺人事件、長いからみんな HB 事件って呼んでるけど。 HB 事件、早く解決しないとマスヘッポコボケなす捜査官って揶揄されちゃうかも。だから気合い入れてね龍騎くん。元気16倍、ハンパンマン。な、何を生きに。ですからやる気はあるので捜査を続けさせ。この事件は必ず僕。いえ、僕じゃなきゃ。あのね、その妙な空回りのせいで昨日の大失態につながったんでしょ。早く手柄を立てたい気持ちもわかるけど、一人で突っ走りすぎ。でも僕はこんなところ。僕は他の誰よりもうまくできるは。龍騎、ボスの言うと、ちょっとヘマしたからって人生終わりじゃないんだ。それよりも素直に非を認めて。龍騎くんの意気込みは、だから汚名返上のチャンスをあげる。引き続きこの事件の。とはいえ上からの通達。通達事例よ龍騎クルート、あなたを巡査の降格処分とする。は、昨日の大失態のせいよ。僕がそんなのあんまりだ。ただし3日間の猶予を与え、3日以内に事件を解決したら処分を取り消してあげる。3日。龍騎、前向きに捉えましょう。捜査は継続できるわけだし、3日で解決すれば。こ、無理だ、まだほとんど捜査が進んでないのに。あと3日で龍騎降格。そんな恥ずかしみを受けるくらいならいっそ路上生活者になった方が。龍騎。ああそれと、通信系統の不具合は相変わらず。タマが入手したデータはクレ。というわけで前にも言ったけど、タマの本体がぶっ壊れたら全てのデータが。とくれぐれも気をつけてね。完全に心。龍騎、大丈夫？うん、ここに来て。でもまさか僕。まだ3日の猶予があるじゃない。無理だよそんな。よりによって今日そんなこと。今日はね、僕の半分が消えちゃった日なんだ。僕には双子の弟がいた。正義感の強いやつでね、悪い連中を見かけたら相手がどんな輩だろうと立ち向かっていくような、そんなやつだった。将来の夢は刑事になって日本中の凶悪犯を捕まえてやることだって息巻いていた。そんな弟と僕は仲が良くて、いつもまるで自分が二人いるように。でも6年前の僕と弟はたまたま出かけていた町で指名手配中の凶悪犯を見かけた。すぐさま110番したんだけど、犯人は大型トレー。このままでは行方をくらませてしまう。だから弟はそれを止めようとしてトレーラーの。弟はそいつに惹かれて体を半分つぶ。これは弟がその時につけてた時計なんだ。彼の時間はこの時刻で止まってしまった。そして僕は自分の半分を失ったんだ。
弟が死んだのは6年前の2月13日、つまりって話すまでもなかったかな。君は僕の経歴は全て把握、僕は弟を殺した凶悪犯、この手で捕まえて八つ裂きにしたいと。いや、僕はこの世にある悪という存在そのものを憎む。だったらここで屈しちゃっていいの？あなたが諦めてしまったら、リュウキ、あなたが弟のためにすべきことは何か？あ、おかげで思い出したよ。僕はそう誓ったから、弟の夢を継いで落ちたならまた這い上がればいいだけのこと。こんなことでへこたれてたまるか。アビスのシンカーを死亡したのは、より凶悪な犯人と渡り合い狡猾に捜査の網を交わす卑劣シンカーは、そいつらの心をえぐり出し、それこそがそのシンカーになるために僕はあるものを失った。片方の眼球、シンカーになるにはそれを摘出する AI ボールを、つまり手術が行われたのは去年の夏、僕がアビスに配属された直後のことだったね。ええ、だから私とリュウキはかれこれ半年ほどの付き合いって。僕はいろんなものを失ってきたけど、タマが僕の左目に来てくれたおかげでたくさんの隙間が埋まった気。リュウキ、タマさえいてくれれば僕は、いや、弟のためにもこの HB 事件の犯人絶対よし、それじゃあ気を取り直して捜査再開だ。で、早速だけど、あ、すみません、新しい情報はございますか？うむ、あるわよ。ホラドリについて調べてみたら、気な臭い情報。それともう一点、ショーマについても。バッツ490の暗号が示していた地点は、ほら、ショーマは確かにそう言ってたわよ、うん、でもね、実際はホラ考察サイトを複数調べてみたけど、どのサイトにもホラ。じゃあ本当はどこ？それはわからない。だけど少なくともホラ犬だとしたら、ショーマくんの証言は、話を聞いてみなきゃ。ショーマくんはどこにいる？それが不明なのよね。でも探す手がかりはある。ほら、父親の、もうちょっとで中学生やっち。観覧車、ニセタンの屋上遊園地か。ホラドリは以前怪しげな研究をして、今の研究も重 DNA を書き換えて、それ以上にいかがわしかったって噂では、人体実験までし、人体実験、とにかくそんな噂が知れ渡って研究所は一旦閉鎖。今から9年前のことよ。その時ホラドリは当局の捜査から逃れるため一時的に行方を。じゃあ今の研究所は、ほとぼりが冷めた後再建されたってこと。当然そうするには巨額の資金が必要だ。それを提供したのはジエダ・リーチ、ジエダ・キズナの父親よ。ジエダ・リーチは莫大な富を有する資産家よ。世界の長者番付リストに載っちゃうぐらいのレベルのね。その活動の幅は広く、いろんな肩書きを持ってるわ。投資家、特殊家、ジエダ財団創設者、大学の名誉教授、それからあとは社会福祉法人ジエダ会愛応援の理事長っていう。愛応援、児童養護施設のことよ。今彼はそこにいるみたいね。ちょっと待って、その前に電話よ、イリス。あ、リュウキさん、実は事件のことで伝えたいことが。伝えたいこと？それがごめんなさい、もうすぐ収録が始まっちゃうから。今お話を。後でレムニスまで来てもらえますか？レムニスっていうのはイリスが所属しているあの事務所、ちょっとした収録スタジオ。分かった、後で行くよ。はい、よろしくお願いします。ひとま、愛応援、ニセタンと、それから、それともう一箇所、
小金横丁のマーブル。ああ、あのスナックのママは情報屋。何か知ってるかもしれないと。そういうこと。それじゃあ早速。うん。あれ、龍騎さん、なんでここに？なんでって、捜査の聞き込みだよ。瑞希ちゃんたちこそどうして？キズナッチ、時々ここで子供が好きなんだよね。はい、子供たちと一緒にいると今日は私もそのつ…なるほど、瑞希ちゃんなら子供と同じで…今悪口言われた気がするんだけど、ぶっとお姉様はここの子供、以前伊達氏と一緒にいらした時もみんなと楽しく遊んでくだす。元気32倍ハンパンマン。何？いや、テンション低かったから具合でも悪いのかなと思って。私いつもこんな感じじゃん。まあ、強いて言えば今日はちょっと足の古傷がうずいたりはする。てぇ、どこ見てんのよ変態。だって、ところでそれって重傷だよね。うん、痛まない？そうだね、この傷は第二サイクロ事件の歯とはいえ心の傷は痛むけど、あんな奴に一生残る傷を負わ、インフルエンザで学校閉鎖なんだから、しばらく授業はなく。だったら本当は自宅。今は居候が休暇を取って家にいるから鬱陶しくて出てきたの。伊達さんのことか。年頃の女の子はいろいろある。うん、ここに来ると。蹴飛ばされたい。顔に出てたわよ。あ、そういえば先日は私9歳の時から諸事情あってある女の子と暮らして。ある女の子？はい、血縁関係、年は同じでしたが、私はそう綺麗で落ち着いていて、まさにお姉様っぽい風情を醸し、水木さんはそのお姉様に。うん、綺麗で落ち着…なんかすごーく失礼な目で見ら…そのお姉様は今は一緒…はい、15歳になった時ですから、今は一緒には暮ら…はい、大変怖い。以前町で不良少年に絡まれそうになった時、私はその恩返しに手料理をご馳走したり、なぜかお家へ帰れない日があった時には千枝グループのホテルを…ああ、私と大喧嘩して部屋を追い出さ…そうやって接しているうちに、いつの間にか持ちつ持たれ…キズナちゃんは伊達さんのこと…はい、あくまでお友達として。はっきりと言い切ったね。そりゃそうです。あんな歩くスケベイスみたいなエロじじい。恋こんなところで立ち話とは。彼は警察の龍騎さん。ほう、はじめまして、警視庁アビスの捜査官、少しお話を伺います。構わんが、時間がないのでね。いかにも投資家で千枝財団のこの愛用園の理事長であり、ホラドリ遺伝子研究。おかげさまで忙。それでそこまで知っていて、これ以上私なんかいけすかな。明らかにこっちを見く。世界の長者番付リストに載っちゃうぐらいの人。警察官なんてありぐらいにしか思う。無論知っているとも、私が出資してる研究所にもおかげで大損害が出た。
実に今一市民としては警察に一刻も早く税金泥棒などと関係も何も私が出資いやだどちらにせよそれ以上の付き合いはなかった。彼は非常にそのだからなんだね。たとえ風変わりな人間であってもこなすべき仕事に支障がないなら何ら仕事を通してのトラブルなども全くなかった。君は私がホラドリを彼の死によってただただ損害が生じただけ、つまり私も被害者。そんな私を疑うとは我が国の本当なんなのよこいつ。権力者じゃなかったら何癖つけてしょっぴいてやるのに。まあまあ誰だね。ナイクス日本ナイクス聞いたことすらないな。フルエジンもちろん知っている。彼を知らない者など経済に関わる人間にはいない。以前から信仰などは特にないな。調べてみたけど知恵だと知恵田さんはホラ研の筆頭株主でいらっしゃる。実質的な研究所のオーナーであるあなたなら研究所の成り立ちや内情も。何が言いたい。全てご存知でした。まあな。研究所の再建に必要だった巨額の資金は、ああ一昨日2月11日の2、それと2月9日。なんだねそれは。ええ、まあ形式的な警察というのは。まあいい。一昨日のその時間は銀座で経団連の方、9日は出張で京都のホテルに滞在していた。たま確認したわ。各所に設置された監視カメラの映像に彼の姿が映ってるから。ホラドリの主導によって行われていた。それはとても有益で、ここまで進歩した時代であっても不治の病に悩まされてる人、生まれつきの病状により人並みの人生を歩めない。これまで私は大切な人が苦しむ姿、ホラドリの研究はそんな人々を救う可能性、人類に希望をもたらすもの。無論彼の人間性や過去に問題が、あまりに急進的に過ぎる研究に批判があったこと、しかしそれでもより多くの人を苦しみから私はそれにかけて、要するに私はあの研究所がもたらす未来に。たま、知恵田さんの家族に該当者なし。もちろん本一人娘の絆はいた。彼の妻、つまり絆。何か。いや、君は。いえ、キズナッチに誘われ。お姉様は子供たちに大人気で、一緒に遊ぶのもと。いや。そうか。またいつでも遊びに来てくれ。キズナの推薦とあらば大歓迎だ。リュウキ、今はちょっと気になる情報が。今から23年前、このアイオ園で子供が一人行方不明になったらしいの。その子は当時6歳。名前は染月ウルー。新聞やニュースでも大々的に報じられたんだけど、未だに見つかっ。どれほど財力を得たとしても、なんと無力な子。やはり清濁合わせ飲む覚悟が必要なの。千枝さん、もう一つ伺って。何かね。染月ウルー君の話です。ああ、アイオ園子供行方不明事件、誘拐なのか事故なのか、何が起きたのかわからないまま
あの子は未だに見つかっていない痛ましい事件だった。あの事件についてはだが、警察も無能な、あれだけの捜査員を動員して手がかり一つ見つけられ、どう思う？正確に多少難はあるけど、嘘を言ってるようにも見えないし、ただ彼の周りで不可解な事件が頻発してるのは気が、話は終わりかね。随分と時間を無駄にしたな。では私は、お父様、娘さんを僕にください！絶対に幸せにします！お天道様に誓って幸せにします！だから、いや、私めに娘さん、キズナ、今日も帰りは遅くなる。はい、行ってらっしゃいませ。ちょっと、キズナ、知らない人です。いや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 、おととい松下食堂で知り合った。無職のライアンだよね。ハローワークには行ったの？明日から本気出すんだい。行ってないんだ、ひとまずお前が。俺はチリ人でも俳優でもありません。いや、チリアクターではなく、職も知識もなく、礼、おまけに昼間から酒か。あ、これはノンアルのやつでして。控えめに言って鹿の塊のような男だな。失礼な、俺は劣気とした人間ですよ。角も生えてないし、奈良にも。とにかくこれ以上娘につきまとわんでくれ。もっとも娘がお前など相手に。あ、ちょっと待って。ショボーン、キズナッチのお父さん。そういう問題じゃない気がする。落ち込んではいるけど、核の部分はノーダメージね。ああ、またあんたか。なんか俺の行く先々にいるよな。え、ま、男なんかと縁があっても。ああ、確か君も見たけど。なんて言うんだっけ、これ。はあ？いや、違うな。DJポリス？何が言いたいの、この人。さあ。ああ、ここまで、この辺。喉の奥まで。喉輪落とし。こんな紛らわしいもん持ってたせい。いや、だからそういう、親への挨拶なんて一世一代のイベントだからよ。でも今度会った時には見事なまでのポジティブし、そうよ、勝ちに行く気持ちを忘れたら打たれ弱い龍騎も。ほっといてよ。だけどお前はダメ人間だみたいなこと3日前にも言われたばっかで、さすがに何度も言われるとへこむよな。俺が清掃員の仕事をく、その職場だったホラケンだったんだ。え？俺、実はさ、鍵開けの名人って言われるくらい、かつそれを使って何度も金品の配、もちろん今は足を洗ってるぜ。逮捕されてきちんとお勤めを果たして、本当にあの頃はバカなことをしてたなって。だけど俺に前科があることが所長のホラドリにバレちまったんだ。それでクビに。そん時所長に、一度底辺に落ちた者は二度と這い上がる。くそ、無所を出てからはまっとうに働いてた。おととい松下食堂でやさぐれてたのは、正直死のうかどうしようか、そこに天使が現れた。私？そう、キズナッチ、俺は救われたような気分になって、もう一度頑張って言った。からキズナッチは、ライアン、一つ聞かせて。おうよ。本当にそれから盗みはしていないんです。じゃあそれ以来会場の技を使った。え、ちょっと待って、まさかまたどこかの家に忍び込ん、違うんだ、自覚ないけど違うんだ。確かに最近鍵を開けてある場所に侵入した。ああ、
あんたもあの松下署キズナッチに一目惚れした俺は、キズナッチが食堂を出ればキズナッチが電車に乗れば、俺もなけなしの金をはたいて同じでキズナッチが女子トイレに入れば、俺もリュウキ手錠をかついていくのはさすがにやめ、ずっと無視されても俺は諦めずに、そしてついにキズナッチはとうとう俺の愛を、とりあえずお友達としてならとお返事屈したんだ。悪しき前例を作ったわね。ですが真面目にお仕事を探すという約束、私働いていない人とはお友達どころか、いやだから昨日はここに、確かに子供たちの遊び相手をしてもらう最初にした約束もきち、俺キズナッチには運命、ずっとキズナッチのそばに、実は昨夜どこかのお宅に侵入、お宅じゃな、これだけは言っちまうか、侵入したのはなんだって、だけど何度も言うように犯罪じゃ、捜査、警察の捜査協力だ、警察の、変ね、HB 事件とは無関係の捜査だ、目的はホラケンの中にある隠し部屋だけど、結果的には何の手がかりも見つからない、だから俺はそこからは何、本当なんだ、ねえその捜査を、これ以上はさすがに言えねえ、秘密って割にはベラベラと喋って、とにかく法を犯すようなことは、わかりました、俺の名前ライアンのスペルは LI、 これフランス語でリアン、絆を意味する言葉なんだよ、なこうやって、ちょっと強引じゃない、確かに、あ、いけね、大事なこと、本当なら先に伝える順番が逆になっちまったけど、キズナッチ、俺と結婚してください、これって、いつかガラスの靴を持った王子様が私の前に現れば、かような夢を抱い、婚約指輪ならぬ、俺の全財産をはたいて買ったんだ、どうか受け取ってほしい、そんなの受け取れません、きちんと交際の期間を経ないと、えキズナッチ、じゃあ違います、そういう意味の交際で、お友達として共に過ごす時間が必要、どのぐらいねえ、そうですね、5年、いえ6年でしょうか、もし6年経ってもライアンが同じ気持ちでいてくれるのなら、その時は OK、 じゃあこの靴は6年間大事、え、でもなくしたり壊したりしちゃわない、あのさ、だったらいい、いいアイデア、これでよしっと、ガラスの靴確かに入れたぜ、あと手紙もな、一通は今の俺の気持ちを書いた手紙で、もう一通は今の私の気持ちを書いた手紙、それはタイムカプセルだ、ここに埋めて6年後に掘り起こす、もし6年経っても手紙に書いた気持ちと変わってなければ、ああ、そん時はキズナッチ、はい、へえ、なんか勇気ってそういうとこあるのよね、じゃあ埋めるぜ、ああ6年って結構長いけど、もちろんだと、俺っちの永遠に不滅なのさ、え、ああまたいつもの、あれ犬ってさ、興奮するとおしっこしちゃうことがある、それみたいなもん、見てればわかる、
それではいざ、ま、ミュージック。トイも見せてもらったけど本当に上手だね。お粗末様です。いやマジで悶絶する。それじゃあ僕まだ機嫌よ。捜査の方